皆さん、こんばんは。こちらは、ラムナイ放送局の日本語のニュースでございます。政府は、このほど、2023年7月の政府会議において、2023年7月28日に、社会保険放送案に関する決議第114号を発行しました。 決議第114号によりますと、政府は新社会保険保改正の必要性、目的および観点について合意したということです。また、社会保険保障案については複雑な内容が多く、社会保険省制度と従業員に広範囲な影響を与えたとしています。政府は、 年金19に向ける社会保険料の最低支払い期間を20年から15年に短縮し、社会年金19年齢を80歳から75歳に引き下げ、共生社会保険に参加する対象者のグループを拡大するなどの問題について基本的に合意しました。そして、 会社労働省に対しては、収束の認可を受け、政府代わりに国会への新保険補相案に署名するよう任命しました。計画投資省外国投資局の最新統計によりますと、7月20日現在、ベトナムに対する外国の新規投資や消費プロジェクト及び株式を購入するために、 供出した資本金はおよそ162億ドルを超え昨年度期と比べて4.5%増となり今年の最初の6ヶ月間と比べて8.8%増加しました2023年7月だけで 外国投資登録資本の総額は28億ドル以上に達し、2023年6月と比べて8.9%増加しました。一般的に、今年の最初の7ヶ月で1627件の新規プロジェクトに投資登録ソメ書が付与され、登録資本総額は約79億4000万ドルとなり、 前年同期と比べ、プロジェクト数では75.5%、資本金では38.6%増加しました。特に、今年の最初の6ヶ月で、韓国からの FTI 総額がわずか12億ベルドルに達したとしても、2023年7月からこの数字は23億4000万ベルドルに増加しています。 政府総計局のデータによりますと、6月のベトナムの公明輸出量は61万8千トンで3億4千万ドル相当に達し、前月と比べて利用で15%、金額で14%減少しました。しかし、今年の最初の6ヶ月で、ベトナムの公明輸出は以前として前年度期と比べて利用で 21%、金額で32%増加し、420万トン、22億ドル相当に達しました。ベトナムの公明輸出量は、L2 の減少の影響で、アジアの多くの国における公明生産量の減少を受けて、年末まで好調が続くと予想されています。しかし、 そこそおよび農業農村開発所は国内に米価のインフレを防ぐことに向けて企業に対し初半機で公明輸出の5%に相当する最低流通備蓄量を真剣に持続するよう勧告しています。ロシアのブチン大統領は7月29日 次回のブリス中の会談が最高レベルで開催されることに自信を表明しました。プーチン大統領はまた2023年にブリスのリーバン外事国を求める南アフリカを支援するためにモスクワが可能な限りのあらゆる措置を講じると約束しました。 南アフリカのシリル・ラマボーサ大統領との会談でロシアは今度の会議が最高レベルで開催されると確信しています。これについては何の従いもありません。私はあなたを助け、サポートするために全力を尽くしますと強調しました。ロシアの指導者は来年8月に予想されているオンラインのプリスサミットに参加すると予想されています。プリスはブラジル、 ロシア、インド、中国、南アフリカの侵攻を合格にで構成されます。オーストラリア警察は7月29日、金曜日に太平洋に墜落し、4人が行方不明になったオーストラリア国防軍へのヘルコプターの破片を発見したと発表しました。 この兵庫豚は、オーストラリア、米国及びそのパートの国による2週間の共同訓練に参加中に墜落しました。墜落後、出3カ国から3万人の兵士が集結した演習は一時中断され、捜査休止活動が行われました。 オーストラリアのリチャード・マルス国防大臣は記者団に対し、乗組員用人の家族には、この事件について知らされていると述べ、彼らについてのい情緒法がすぐに得られることへの期待を表明しました。ご清聴ありがとうございました。